おはようございます。ワタックスです。さあ今日もね、いつもの通り燻製していきます。このちょっとね残った消し炭を燃やしていこう。よしよし、ちょっと燃えてきたな。これにこのまだ何も使ってないチップをちょっと横に乗っけて火をね移すようにします。もう何回かやっててね、チップにね火つけて、でまあ風が吹いてる日なんか特にそうなんですけど、一気に燃えちゃうんですよ。で燃えちゃうから、そのこのね燻製器の中の温度がむちゃくちゃ上がっちゃって、でこのねまあもうすでに乾いてるんだけど、本来であれば煙を肉に絡ませなきゃいけないんだけど、半分ね焼けちゃってるような感じになってる時もあって、まあそれがねあんまり良くないと思い、ちょっとねこの元々種火だよね、種火からチップの方に火をね移して、で煙を出すように、なるべく中の温度があんまり高くならないようにっていうのをちょっと試してみたいと思います。まあ試してみたいっていうかね、これうまくいくのかな、この消し炭にうまく火が入ってくれればいいんだけど、ちょっとね見守っていこうかな。ほんじゃもういつも通りだけど肉をねドバドバと入れます。でまあさっきの話で中が暖かくなる可能性が高いから、端っこにね肉を寄せといた方がいいかもしれない。よいしょ。上の段はそんなに暖かくならないから、まあもう敷き詰めといても大丈夫かな。よし、じゃあ蓋をしちゃおう。ダメだ、全然火が移んないからやっぱ燃やそう。ちょっと表面だけ、表面つうか角っこか、角っこを軽く炙っといた方がいいのかな。よし、煙出てきた。あとはこいつをセットして、どんぐらいだろう、とりあえず30分やろうかな。いや本当はねもっと早い時期にね燻製したかったんですけど、あの DIY のね動画見ていただくと分かるんですが、風強すぎてね、さすがにちょっとこれやるには危険だったのでちょっとやめました。火事になっちゃうとねほんとシャレなんないから。よしよし、じゃあちょっとこのまま放置していきます。今日は3ローテーションぐらい燻製しますよ。今日は天気が微妙、真っ白。はい、今日はね神宮外苑のニコニコパークに来ました。じゃあチケット買うか。これね、本当だ。はい、じゃあチケット渡して。はい、こんにちは。はい、どうぞ。すごい空いてる。すごい空いてる、全然人いない。すごいな、いっぱいいるね。こんなに空いてるニコニコパーク初めてじゃない？はい、いやー人いない、すごい。全員いない、すごい。ほら早く。いや言うても今日平日だからね、そんないないっちゃいないのか。はい、今日はねここのね神宮外苑のニコニコパークに来てるんですけど、いつもだったらすんごい人いるんですけどね、さすが平日、一応平日なんで人がね全然いない。でここのねニコニコパークはもうかれこれね4年5年ぐらい来てるんですけど、ここねかなりおすすめなんですよ。入場料大人300円で、まあ子供100円なんですけど、結構ね遊具がいっぱいあって、まあブランコとかもそうだし、こっちにも滑り台あるし、あとねちょっとアスレチックみたいなのもあるし、これ山全体がね結構なんだろう、上り下りできるような感じで、まあここにも土管あったりとかね、こんな感じでね遊ぶ場所が結構あります。いいねブランコ、いつもだったらめっちゃ並んでんじゃん。並ばず乗れたのがいいんじゃない。今日は
でそこね、まあ、寒いんだけどすごい空いてるね。まあ、今日はね本当空いてて、いつもだったらねそこあの、まあ、結構座れるようにねベンチあったりとかしてるんですけども、そこもぎゅうぎゅうだし、あとまあ屋台もあってねそこも並んでたり、あとまあここのブランコもねずっとよく並んでるんだけど、それもなくね遊べてます。いや、いや、いや、うわー、ケツいてー、我浮きました。おー、一人で登ってった。いや、ちっちゃい頃はここもね登れなかったしね、怖がってたんだけどね、大きくなるもんだな。で、ここはねロディがね置いてあって、まあ幼児の子たちもねああやって乗ってね遊ぶことができます。これね、ちっちゃい子供たち大好きでね、いつもに土日になるとね取り合いになってます。さあ、じゃあ今度こっち行ってみようかな。いやー、こっちのねアスレチックも空いてる。ここがね土日になるとね、まあ、そこから登るんですけどね、ずーっとねこのぐらいまで列できてるのかな、列できてるんですけど、今日はねもうガラガラで、このねじれた滑り台とあっちのねローラー滑り台が、まあ、子供たち大人気でね、何回も行くんですよねこれがね、楽しいから。ターザンロープもすごい独り占めじゃん完全にね。えはーい、わお、行った。9歳になっちゃうとね、この手のね、まあ、幼児が使うね運転とかはねもうちっちゃいかな。あのとこ登っちゃってるけど、まあこういう風なねでかいのだったらいいんだけど、そうじゃなかったらねちょっとサイズ的にはちっちゃいかな。さっきのターザンロープももうだいぶちっちゃくなってきてるからな。さて、これ何時まで遊ぶんだろう。今ね2時15分なんですけど、閉園までねあと2時間半ぐらいあるのかな。2時間半ずっと遊ぶわけないよな多分。まあね、今日家にいてもよかったんだけどね、もうずっと家にこもってて外も出ないし、家にいてもどうせ iPad とかね、まあ、iPad でゲームとか YouTube とかそっちばっかなっちゃってるから、まあ僕も人のこと言えないんだけど、まあ、それもあってね今日外に出たんだけど、あ、出てきてよかったな。これが明日とか明後日だったらやばかったかもな。今日でよかった。これはもう完全に幼児用の遊具です。遊具がアスレチック、はい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 。これ弾まないトランポリンだよね。そうだよ。あ、不思議だよね。いやー、寒くなってきた。もう3時半ぐらいですけどね、だんだんちょっとずつ暗くなってきて、気温も下がってきてる感じです。寒っ。こっちの方全然人いないな、もう。で、冬場はニコニコパークってこれ全部こっちの山の方も向こうの遊具の方も遊べるんですけど、いつだったかな、6月から7月にかけてはこっちのね人工芝のエリアが全部バーベキュー場になるんですよ。なんでその全面使って遊べる時期っていうのは実は年間通してね少なかったりするので、2歳ぐらいから来ても全然遊べるかな。なんでおすすめです。安いしね、安いし、信濃町から駅徒歩3分ぐらいかな、3分ぐらいで来れるのでおすすめです。こんな感じ。さあ、終わりが4時半なんですけど、今ね4時になってあと30分で終わりますの放送がかかったので、そろそろ引き上げたいと思います。帰るよ。よし、じゃあ帰ろう。うん、帰ろう。
綺麗に整列されてんじゃん、ロディが。あれ、見て、前がもう一匹。銀色がいないね、銀色。あれ、ロディが。ロディがね、薄緑がいない。ねえ、よし、じゃあ帰ろっか。うん。JR 今ガンダムスタンプラリーか、これやってるけど、信濃町はデギン。母ちゃんのところに連れてきて、すごく嬉しいだろ。さあ、ちょっとね、我が家の秘宝なんですけど、これね、うちの洗面台なんですけど、まあ、洗面台は良くてですね、昨日の話なんですけど、これね、うちの家をリフォームした時にうちの奥さんが注文したこの、まあ、シンクなんですけど、これ取れちゃったんです。もう秘宝も秘宝で、これがで、どうもね、見てるとちょっと暗いからわかんないけど、この中の取っ手を引っ掛けてるプラスチックのね、パーツが、まあ、割れちゃったのかな、経年劣化で多分割れちゃったと。で、まあそれもあってね、一応水は出せないことも、こう抑えながらやれば水出せるんだけど、ちょっとね、壊れちゃったので、いつもお世話になってるね、施工業者にちょっと連絡しなきゃいけないんですけど、まあ、お正月休みということもあって、まあ、明日もう一回電話して、ちょっと早々に直してもらおうかと思います。で、これがね、壊れたパーツです。今年我が家のね、初秘宝です。